我らが大地ルーナジア、この世界を訪れしそなたよ、見るがいい。この地では古の彼方よりひとときもマナのシャワーが止むことはない。マナはルーンの神が人間たちに与えし神秘の力。人間たちはマナを浴びるほどにその能力を開花させていったのじゃ。並外れた知力、剣を持つ手には人力を超えた大いなる力、さまざまに繰り出される魔法、そして古代のモンスターを召喚させ意のままに従わせる術さえもな。いつしか彼らはルーンの騎士と呼ばれるようになったのじゃ。やがてルーンの騎士たちはマナの力に追い立てられるように高みを目指した。剣と知力、魔法によって己の陣を広げ、必要とあらば敵対するルーンの騎士を打ち破った。いくつもの国が生まれ、そしていくつもの国が消え去った。その歴史は幾度か繰り返されることとなった。そんなルーンの騎士たちにとって最も大切なものが五つのブリガンダインだった。その鎧、あるいは装身具にはそれぞれルーンの神から授かった5つのマナストーンが組み込まれてあったのじゃ。ブリガンダインを身につけたルーンの騎士は、それはそれは他の騎士を圧倒したのじゃよ。大陸の覇権をかけた戦いは史書ルーナジア戦記に克明に綴られ、同時に戦いを通して我らが知り得たある大切な真実も記されることとなった。だがあるルーンの騎士によってルーナジア全土が統一されると、師匠はまるでそれを見届けたように戦火の中に消滅してしまったのだ。この世界を訪れしそなたよ、今ブリガンダインは正義、高潔、自由、誇り、そして自我の5つ、そなたにはそのいずれかを身にまとい、あるいは身にまとうことなく歴史に習い大陸制覇に向かう6つの道がある。そしてそなたがルーナジアの各地を手中に収めてゆくたびに、師匠ルーナジア戦記の失われたページはよみがえってくることだろう。しかるに統一を果たした時、そなたは知るのだ。このルーナジアで起きたすべての、そしてあらゆる物語を。
今こそ正義の名のもとに戦う時だ。素晴らしかったですわ、ルビーナ王子様。これが初めてお書きになった戯曲とは。ありがとうございます。これで父王も少しは私の芝居を認めてくれるといいのですが。ほら、ご婦人たちに囲まれてもう立派な劇作家先生みたいじゃない、王子。おいおい、イエナ、舞台衣装のまま楽屋から出てきちゃダメじゃないか。この衣装ですけど、セリフが子供っぽいのにちょっとおばさま臭くないかしら。まあイエナ様、いくら幼い頃からお親しいといえども、王子様にそのようなお口を聞いて。いいのいいの、劇作家はね、批判されて育つものね。王子、私の父にそう言われたのよね。シズラ様に？そうそう、王立劇団の看板俳優にそう言われちゃ新人の作家は何も言えないでしょ。まあシズラー様、今夜はまた最高でしたわ。やあ、これはご婦人方。あら、お父様どうなさったの？顔色が悪いわ。いや、ご婦人方、申し訳ありませんが、ルビーの王子と少し話がしたいのだが。これはこれは大変失礼いたしました。私たちはこれで。シズラー殿、どうなされました？王子、どうも客席によからぬ者たちが潜んでいたような、そんな気配を感じたものですから。よからぬ者って？舞台からは客席はよく見えないものです。しかし役者の勘でしょうか、観客たちの気配ははっきりと肌で感じ取れるもの。シズラー殿、そなたは名優であるばかりか、我が国でも有数のルーンの騎士。そのそなたが邪悪な気配を感じたのであれば、ただごとであるはずはない。王子、ルビーの王子。グラドス将軍、一体どうしたというのです？父王がたった今お亡くなりになりました。なんですって？おお、ノーサリオ、我ら正義をいただく王国の風よ、アエラムーナー、カタリシナー、我らの王ルーンの神の庇護のもとに。外傷はなかった、しかも警備の者たちによれば、怪しい者が近づいた気配はないと。そんな、だって王様は
あんなにお元気だったじゃありませんか。イエナ、グラドス将軍にご無礼だぞ。口を慎みなさい。いいのだ、シズラー殿。このわしとてこのような不甲斐ない事態を招いた責をどう償えばいいのかと。将軍。ルビーの王子、騎士は人を責める前にまず己を責めよ。そう私に教えてくれたのは将軍あなただ。恐れ入ります。だが今は将軍はもとより警備の誰を責めても父王は生きては帰らぬ。シズラー殿が嗅ぎ取ったように、おそらくこの正義の国に何かしら邪悪な気配が近づいているのはまず間違いないのだ。王子のおっしゃる通りじゃ。ジン、どうなさったの？顔が真っ青。ブリガンダインが。王子、我らの正義のブリガンダインが何やら正義を脅かす気配を感じ取ったようですじゃ。何ですって。ルビーの王子、グラドス将軍、緊急事態であります。我が国の東方の拠点ウォーレンがたった今グスタファ神聖帝国に占拠されました。何だって。グスタファ・メガー、かねてから不穏な動きをしておったが、よもや賛成を増しも。シズラー殿、こうなったらグスタファの関与を疑わないわけにはいかんじゃろうな。それにこういった火種は他の国、いやこのルーナジア全土に飛び火する。王子、たとえこの大陸が戦火にまみれたとしても、我らのノーザリオ、その正義の火は決して消されることがあってはならん。我がノーザリオ王国とは因縁浅からぬグスタファ神聖帝国、その蛮族が何の前触れもなく我が領土の一部を占拠した。これはこのルーナジアの各地で起きている火種の一つに過ぎない。今我らの正義が危機に瀕している。火の手が我らを覆う前に、我らは一刻も早くこの大陸の全土に正義の鉄喰を打ち込まねばならない。御意、行くぞ。
この戦場はどのような音色を奏でてくれるのか。みんな、行くわよ。我らに勝利を。みんな、私についてきて。さあ。
さあ、行くぞ。はい。みんな、私についてきて。どうすればいい？はい。大丈夫。死なせはしないわ。参ります。さあ、行くぞ。そこ。はい。大丈夫。死なせはしないわ。やっ。さあ、
そこ。ええ、みんな私についてきて。それみんなのおかげで。王子、これまでおよび今後の各国の情報をまとめさせましたので、ご報告申し上げます。